神戸市議、岡田氏。全マスコミが木村花さんの件を SNS のせいにしているが、ガネットで話題。内容はこちら。神戸市議、岡田氏が全マスコミに苦言を呈しているようです。では岡田氏の発言を見てみましょう。神戸市会議員、岡田裕二。全マスコミ上げて木村花さんの件 SNS のせいにしていますが、彼女が窮地に陥ったのはテレビ番組の編集と作り出された役柄のせいであって、さらに言えば遺族は SNS よりも個人のプライベートを漁りまくって晒しているマスコミに対して怒りを表明しておられますよ。遺族はマスコミに怒りを表明しております。マスコミはそれについてどう考えているのでしょうか。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。私も同感です。編集次第でどうにでも印象を変えれるのがメディアです。フジテレビこそが本件について話すべきであり、自粛が必要と思います。誰が先導したかみんな知ってる。今回問題になっている木村花さんを追い詰めた問題の場面は過剰演出と言われています。テレビ番組側の問題もしっかりと追及すべきです。次はこちら。アンチを生み出したのはを考えなければいけない。誹謗中傷は絶対に許されない問題です。しかしなぜここまでアンチが生まれたのか、その原因も徹底的に探るべきだと思います。次はこちら。今やマスゴミは第一権力になってしまってると思います。悪質なマスゴミは淘汰されますように。最近のマスコミやテレビ側に対する風当たりはものすごいものになってきています。そろそろマスメディアのあり方を見直す時が来たのではないでしょうか。最後はこちら。こういう時はマスコミ絶対謝らないで責任転嫁しますよね。マスコミが矛先を必死になって SNS に向けようとしている。現在マスコミはネットに全責任を転嫁しようと躍起になっています。今回はテレビ局そしてネット両方の問題ですからね。責任転嫁は見苦しいのでやめてください。結論。今回フジテレビはテラスハウス打ち切りを発表しました。今後なぜこのようなことが起きてしまったのか、編集の件も含め徹底検証してください。そして今後の番組で同じようなことが二度と起きないように対策を練ってください。絶対に同じ過ちを繰り返さないためにも。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。